今日はですね、なぜか地方で行列ができる愛されてるハイコスパの老舗、愛知県新城市の里見さんにやってきました。ここのですね、定食、あの肉厚カツ定食1100円で食べれると、友達にですねおすすめされてここにやってきました。なんかスタンプラリーを街を挙げてやってるみたいなんで、これ参加するとなんかくじ引きで肉が当たるみたいな、そんなのもやってますね。で今回はですね、こういうカツ丼とかではですじゃなくて、あのうどんとかサラダとかデザートとかカツ丼もセットで1100円のやつが、あ、これですね、ミニ定食セットっていう意味わからん価格のやつがもうハイコスパすぎるということで、今回はこれを頼んでいきたいと思います。いいですよね、この湯飲みの感じも。なんか地元の老舗感があるわ。はい、やってきました。これはね、寿司定食なんですけど、同じ1100円のこちらです。カツ定食これで1100円ってやばくないですか。安いですよね。まずほら、このボリューム感見てくださいよ。そしてね、これがねめちゃめちゃうまいんですよ。くるくるっと回しただけで、なんかわかるかな、これ映えとかじゃないんですよね。普通にうまい店をね、今日は紹介しに来ました。なので普通に皆さんね、お腹すかしながらこれを見ていただければなとは思っております。じゃあいきますよ。箸上げ、肉厚すぎて持ち上げられない。よいしょ。どうですか、伝わりますかね。もうちょっとアップにしましょうか。よいしょ、この感じね。ジューシー感が伝わるでしょうか。うわー、もう腹減ってきたわ、これ食べたけどもう腹減った。うどんはね、普通の素朴なかけうどん、カツ定食のね、カツとね相性いいね、こうやってさっぱりしたものは。で野菜もね、トマトもしっかり入って、こんだけ入ってね1100円は正直安すぎると。でここはね、あ、これはね、あれちょっと差し入れてもらった寿司定食の寿司ね、これでも同じ価格帯だからやばいよね。でもここはね、寿司じゃなくてカツのお店だと思っとんから、みんなここ来たらね絶対カツは食ってほしいな。寿司も寿司でね、コスパ良かったねやっぱり。はい、それではね、お先にいただいてはいるんですけれども、皆さん伝わりましたでしょうか。ここね、普通にねカツ定食マジでみんな食いに来てほしいです。あの薄味が好きな方には特におすすめで、さっぱりとジューシー、肉の本来の厚さとうまさをね感じれるカツ丼でございました。でなかなかね、こういうなんだろうな、地元に愛されてる系のこういうみんなが知らないお店でひたすらうまい、うまくて安い、こういうお店ほどね、やっぱりねこれからも残ってほしいですね。ただね、サービスが良すぎるんですよ、こういうお店ってね。安すぎんか、もうちょっと利益取ってもええんじゃないですかっていうぐらいのね値段で売りに来とるから、もうねこういう店ほどね正直値上げしてほしいって思っちゃうぐらい、そんぐらいうまかったね。なんかこういう良心的なお店ほどね、やっぱり値上げできないのかもしれないですけどね、地元の人に愛されすぎて。まあでも僕はね、もうガンガン値段以上の価値があるかなと感じてます。それぐらいうまかったな。今ですね、あの旅行が解禁されてね、外国人の方も来るようになってきたじゃないですか。まあ、あの外国人の方にこそね、ザ・日本を感じるためにはね、こういうとこに来るっていうのもね、一つね、本当に僕は進めたいなとは思ってますね。ただ単に映えじゃなくて、これが本来の日本のね料理のうまさと味とあったかさ、もう全部が入っているこのお店かなと思ったんで、ぜひ日本人も外国人の方もこのお店ぜひいらしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。